この世界は滅びを望んでいた。なんとなればオロチが己の滅びを目指してこの世界を作り上げたがい、オロチが生存していた間はそれでも問題はなかった。キャツにも理性が存在し世界を律しておったゆえな。しかし人がオロチを倒した。その時世界の滅びは定めとなったのだ。理性を失った力が緩慢だが確実に広がり世界の意志と結びついた。そしてかの幼者が生まれたのだ。己の滅びを望む幼者は世界を喰らう。あたかも己が王を飲み込む蛇のごとく、脆弱なる人の子の力ではかの幼者を滅ぼすことかなわぬ。これより先の戦いは我に委ね、我ら人間が手を出すことは許さん。幼者の出現を防ぐことはかなわなかったか。いや、そもそもそのような方法はなかったと言うべきだろうな。だが絶望することはない。我らのもとにはヤシオオリと酒呑童子がある。それらを生かす人の力も結集している。各国から資材を集めヤシオオリを増産、しかる後幼者を攻めこれを討滅するのだ。だがそれまでは幼者の襲撃をしのがねばならない。劉備将軍との連合も必要だろう。私は人の子の強さを知っている。貴公らの力が一つとなった今、打ち倒せぬ敵はない。さあ新たな未来を紡ぎたまえ。